そうそう。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。うん、彼女を連れてきましたよ。出禁。出禁。早いよ。早い。早い。出禁でしょ。出禁じゃない。いや、多分家引っ越したと思う。アパートで引っ越したって言ってたから。聞いたけどね。そう、なんか今アパートに住んでるらしいよ。で、なんか盗撮してるよ。はい、行きましょう。レッツゴー。この間お金いっぱい公約にもらったからなんか恩返ししたいなと思って。40で40いいので、それが職業だったよ。秒でかた。高島屋で、食べたい。これハンバーグってなんだろう。材料は何、なんか見て。私今低俗だからさ。やっぱ玉ねぎだけなんだ。椎茸やめるじゃん。私の地元では椎茸入れてたよ。じゃあこれ椎茸。合いびき肉の 600g お願いします。高級だ。黒毛和牛だよ。じゃじゃーん。おー、これでいいんじゃない。はい、108円。まあ普通だね。と1個でいいそうです。でもなんか見栄えが良くないとダメだね。ハンバーグだけだったから。コンビニ飯とかイタリアンレストランとか、そう、好きだからね。サイゼとかマイアミガーデンとか行ってる。なんだろうね、タラコパスタみたい。私の友達ホスロジー出たいって言ってる。かわいい、年齢の割に。ホスグレ、ホスエース。ホテルやん、これ。毎日ホテルやん。ホテル、毎日ホテルって感じ。どんな感じなの。これのどこがアパートなんですか？この辺でね。おーい。嘘でしょ？すごいね。
頂は見えるね。夜とかめっちゃ景色いいじゃん。見てよお前。すごいじゃないあなた。うるせえな。なんでここに住む。直人がいない方がさ、やっぱいいじゃん。同業いるとしてね。もう狙い撃ちぐらいです。まあ、嘘でしょ。本当だよ。すごいね、よく金あるね。ないよ、もう借金しながら住んでます。嘘つくな。もう借金削って、全部削って。マジですか。イエーイ、第2弾です。なんかウーバーしていいですか。じゃあね、ふざけんな。まあどうぞ。イエーイ。これ、あの、普通に買いました。そんな高くないです、これは。いくら？多分5000万ぐらいかな、1枚。嘘でしょ？ガチガチ。5000万じゃ効かないかな。そのあとプラス税、みたいな。なんで買ったの、これ。これ、風水に基づいて、ここに、この羽の絵を置くと、やっぱり、女と金が寄ってくるって言われて。そう、最低。なんで嬉しいくせに。もう捨てようかな、これ。嬉しいくせに。捨てようかな。入ってるんで。見たい見たい。金額で言ったら1億相当のお宝が。お宝だ。でバッグとかでしょ。あー、スーツとか。いいね、いい線いってるわ。じゃあ見てください。オープン。寝てるよ。何これ。お金残して。おーい、起きろー。なんでこんなところに寝てんだ。ここはメガネじゃねえぞ。はい、ありがとうございます。あれだよ、お前は。あ、あの、一応キャストキャストなの。はい、まだいいけどさ。なんでそんなに嫌だ。じゃあちょっと損害にしとけよお前。損害にしとけ。わかった。あー、こういうの寝る時が来るかもしれない。つくこれ。お前が1億握りしめて持ってきたら。嘘でしょ。1億握りしめたら。そしたら寝る一緒に。いいよ、1億円一緒に持っていったら。ガバだねつって。嘘。私年収1億目標なんだけど、来年の目標。じゃあ無理じゃん、年収なんだから。そっか。ここは覗きましょう。ザ・オープン。わあ、すごい。リタンのスーツがいっぱいある。すごい。キャー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 。やばい、濡れてきた。めちゃくちゃ気持ち悪いじゃん。気持ちいい、これ。リトンじゃんこれ。ねえ、欲しいな。お前が金のハンバーグに勝てたらいい。本当にディオールの半袖欲しいかも。半袖？ディオールの T シャツ欲しい。だからお前あれだ、勝ったらハンバーグタイトルで勝ったらだよ。俺自慢の金のハンバーグも。だから私が作ってあげるから、高級ハンバーグ作ってあげるから。コンビニは絶対うめえよ、金のハンバーグね。セブンイレブン。ふざけんなよ。対決しようよ。でもちょうど金のハンバーグあるからさ、どっちが多分食べ比べしてる。いや、こっちの方が美味しいよ。だって高級合いびき肉だから。高級合いびき肉だから、うん、こっちの方が高いから。セブンイレブン、金のハンバーグ。今日はこちらで勝負していきたいと思います。マナミの今半、プリンスのセブン、どちらうまいのか。俺の方が強いから。
しょうゆ。しいたけも入れるんだから。まなみ、お前はでもセンスがある、料理の料理のセンスがある。これすごい、絶対 TikTok のやつでしょ。しあ、風呂場、風呂場、あ、風呂場、コンコン、わお、2つある、カップルみたい。気になるんですけどね、こういうの意外と。そのボトル1本10万ぐらい。え、そうなの、うん、シャンプーとリンス、うん、1本、うん、高くない、うん、どこで買ったの。海外から手持ちと輸入して、うん、でも意外とボディーソープはダブなんだ。そう、中身が違うやつ。中身は普通に3万ぐらいのボディーソープ、パリのやつ。パリ好きだね。うん、よし、よし、楽しみだ。素手で触るの嫌だなって思ったから、これをちゃんと。お、えらい、成長してる。本日マナミやってくれました。ちゃんと手袋をつけてくれるということで、もうよかった、これだけでお前は成長したよ。ハンバーグ作るときで、やるとちょっと汚いから、こう手袋みたいなの買ってほしいんですけど、大丈夫。ああいう手袋買いたいんだよね。あと手袋買わなきゃ。ふざけんな。ね、なんで食べてんのよ。うまっ。付き合わせなんだから。ふざけないでよ。生ハムも食べちゃダメ。私が好きなんて、私が私用に買ったんだから。それうまいよ。食べてるね。おかしいなって思った。終了。僕もそうね、終了しました。食べないでよ。なんで食べちゃうのよ。椎茸これ全部入れちゃおっか。今ハンバーグインスタ教えてね。入れてるわ。ふざけんなって。寂しい？うん。分かった、これ食べる。だから食べんなって、私のだからそれ。ハンバーグの付き合わせが生ハムしかなくなっちゃうじゃんね。マカロニ食べたい人。はい。マカロニ。食べてます。うん、ごちそうさまやって。ごちそうさまやるか。だからなんで食べてんのよ。食べてないわよ。食べてない。マカロニ代払えよ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。あれがコストなの。そうだよ。嘘でしょ。ねえ、何今度生ハム持ってふざけんなよ、本当に。すみません。はい、生ハム買ってみます。ちょっと生ハム回収ね。私の好きな生ハム返してよ。あ、美味しい。一番目のごめんです。最初に食べたコース。イエーイ。